ワシントンダレス国際空港はアメリカ合衆国バージニア州にある国際空港。首都ワシントン DC の国際線の玄関口である。ホワイトハウスの4 2ートにしに立地している。ドワイト DI ゼンハワー政権下で国務長官を務めたジョン・ホスターダレスにちなんで命名された。第二次世界大戦後。 民間の航空需要が増加し、ワシントンナショナル空港だけでは不十分と判断された。1950年、ワシントン空港法が制定され、連邦政府による首都圏第二空港の建設が認可された。ドワイト・ディ D.I. ンハワー大統領によって1958年に現在の土地が選定された。 1962年11月17日、ジョン・ F ・ケネディ大統領によって開港宣言された。当時の正式名称は、ダレス国際空港だった。1984年には、ワシントン・ダレス国際空港に改称された。日本、すなわち、成田国際空港から、初めて直行便が就航したのは、全日本空輸が、 本格的な国際線進出をした1986年7月26日のことで、超長距離便かつ双方の国の首都同士を結ぶ路線としても初であることから、同社栄光の1.2便が付けられている。なお、2020年3月下旬以降、全日本空輸は、道路線の日本側発着空港を、成田国際空港から、 東京国際空港発着に変更し、それに伴い便名も101便、102便に変更された。2012年6月1日、ルフトハンザドイツ航空により、世界で初めてボーイング747から8愛が就航した。メインターミナルメインターミナル飛行機とターミナル間を、 結ぶモバイルラウンジターミナル案内図メインターミナルと二棟のサテライトターミナルで構成される。三棟は平行に配置されている。全体で139の搭乗口を備えている。メインターミナルは1962年の開港に合わせて完成した。吊り下げ構造の屋根によって実現した優雅な曲線美と広大な部柱空間が特徴の建物である。 設計は、エーローサーリネン。サーリネンは、ターミナルと飛行機の間の旅客輸送に、モバイルラウンジというユニークな提案をし、クライスラーと、バットが共同で車両を開発した。運転席は、前後にあり、車高を下げて走行する。搭乗口にしか接続できないタイプもある。約50台が運用されているが、輸送力が低いため現在では、ターミナルの一部でのみ使用されている。 二棟のサテライトは、コンコース A、B、コンコース C、D と呼ばれている。C、D の方が古く1983年に完成した。メインターミナルとは2004年に、地下道、2010年にエアロトレインで結ばれた。D には、エアロトレインの駅がないため蒸気のモバイルラウンジが、使用されている。2019年の旅客数は2481万人で、 アメリカの空港では25番目だった。ユナイテッド航空の利用者が約6割を占めた。ワシントンメトロシルバーラインが2014年7月26日に一部区間が開業し、空港最寄り駅としてウィールレストンイースト駅ができた。シルバーラインはオレンジラインに乗り入れし、市内に直通する。最寄り駅と空港との間は 11km ほど離れており、 ワシントンフライヤーシルバーラインエクスプレスのバスが約10分で結んでいる。24時間運行で間隔は概ね15から20分ごと。バス運賃は5ドル、地下鉄区間は行き先によって異なる。2018年の空港への直結を目指して延伸工事が進められたが、その後改めて2021年の延伸を目指している。 メトロバスのルート 5A が空港とワシントン DC 市内を結んでおり、終着のワシントンメトロランファンプラザ駅までの間にワシントンメトロロスリン駅等で停車する。運行間隔は30から40分で、運賃は7ドル。ワシントン DC の市街地方向にはバージニア州道267号線が通じており、週間高速道路66号線に接続する。また、 南北方向には、バージニア州道28号線が伸びる。ありがとうございます。